ジャビル5100空冷4ストローク水平対抗8、気筒エンジン水平対抗8気筒は、レシプロエンジン等のシリンダー配列形式の一つで、8個のシリンダーが4個ずつ水平に対抗して配置されている形式である。当記事ではもっぱらピストン式内燃機関のそれについて述べる。海外では180度 V 型エンジンも含めてフラット8とも呼ばれ、F8 と略されることもある。 また、競技の水平対向8気筒はボクサー8と呼ばれ、B8 と略される場合もある。同様のシリンダー配置でも、クランクシャフトの位相により2種類に分類される。競技の水平対向エンジンは対向シリンダー間で180度のクランクピン位相角を持ち、2組のピストンとコンロットの軸対称的な動作でお互いに振動を打ち消し合うものであり、ボクサーエンジンとも呼ばれる。 これに対し対抗シリンダー間でクランクピンを共有し、二組のピストンがほぼ一定の間隔を保ったまま動作するものは180度 V 型エンジンと呼ばれ、これは抗議の水平対抗エンジンに含まれることもあるが、対抗シリンダーで振動は打ち消せない。この形式は自動車では採用例はそれほど多くはなく、小型航空機に採用例が多い。 自動車においてこの形式で最も有名なものは1968年にデビューしたポルシェ908で採用された 2997cc350 馬力エンジンで最終的には908-3にて370馬力まで発展した。ポルシェはこれ以外にも水平対抗8気筒を採用しており、1962年の F1 世界選手権に投入された。 ポルシェ 718-2981cc210 馬力の空冷エンジンを搭載した 718RS61 や 1494cc180 馬力の753型エンジンを搭載したポルシェ804などのレーシングカーが存在した。その他の例としては航空機のエンジンとしての採用例が多い。 コンチネンタルとライカミングが開発した IO-720 シリーズエンジンは1960年代から現在まで販売され続けているロングセラーエンジンであり、このエンジンとオーストラリアの EN ・ジャビルエアクラフトが販売する5.1リットルの EN ・ジャビル5100エンジンが航空機用水平対向8、気筒の代表格である。ありがとうございます。